日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャストは、今日は転職について。転職、はい、皆さんこんばんは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。夜ですね。夜9時です。日本の夜9時。ちょっと今休憩中ですね。最後のレッスンが夜の9時30分から始まる予定です。だからちょっと今ポッドキャストを撮っています。皆さんは今何をしていますか？今日はですね、転職について話したいと思います。転職何でしょう？転職というのは仕事を変えることですね。仕事を変える、仕事を見つけてね、その会社で働き始めることを就職と言います。就職というのは仕事を見つけて、その会社で働き始めること、就職しますね。そしてまあ仕事を変えたくなりますよね。たくさんの人が仕事を変えたいですよね。そして新しい仕事を見つけて、仕事の面接、ね、ジョブインタビュー、仕事の面接をして、いいですよ、ね、OK です、ね、あなたを雇いたい、ね、あなたを雇う、ね、あなたと仕事をしたい、そう言ってもらった人は転職することができます。転職をする。うん。皆さんは転職をしたことがありますか？ね、何回転職をしたことがありますか？ね、同じみたいな、ね、似ている仕事を見つけましたか？それとも全然違う仕事を見つけましたか？全然違う仕事を見つけるのはちょっと難しいですよね。だけどちょっとワクワクするかもしれないですね。どうですかね。実は僕は会社で働いたことがないんですね。僕はずっとフリーランスなんですね。ずっとフリーランスで仕事をしている。だから転職というのがよくわからない、ね、アルバイトはしたことがありますよ、うん、アルバイトはしたことがあるけど、そのまあパーマネントみたいなね、仕事をしたことがないですけどね。フルタイムの仕事ですね、うん、まあ転職はね大変だと思います。でもやっぱりワクワクしますね。新しい仕事ね。最近転職をした人頑張ってくださいね。応援してます。今から転職をしたい人頑張ってくださいね。いい仕事が見つかると思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。